黒潮チャンネルの鉄平です。今回は阪急全線で唯一の山岳トンネル、千里トンネルへ皆さんをご案内します。それでは出発進行。阪急千里トンネルの長さは約460メートル。千里南公園の斜面に沿って走っていると考えられます。トンネル開業日は1967年の3月1日、同日南千里駅、北千里駅間が開通し、同時に千里山線から千里線に改称しました。千里トンネルの工口の左側にある銘板は、もともと工口の中央部分に取り付けられていたようです。白っぽいのは銘板を取り外した跡だと思われます。この移設の理由には諸説あります。一つは乗客サービスの一環として車内から見やすくした説、もう一つは落下のリスクを避けた説。鉄道事業者の立場から考えると後者の落下リスクを避けたからでしょうが、鉄道ファンである私の立場からすると、前者の乗客サービスの一環としてを移設理由に推したいと思います。千里山トンネルの文字を書かれた方でしょうか。銘板にその方のお名前のようなものが見えますが、皆さんお気づきになられましたか。なお、千里トンネルは地下鉄トンネル工法と同じ開削工法で建設されているようで、一度山の土を取り除いてからトンネルの枠を設置し、再び土を乗せてトンネルにしたそうです。建設後50年以上が経過して、埋めた後はすっかり山に戻っているということです。トンネルの観察は電車に乗る方法と南千里駅側と山田駅側のどちらかから見る方法がありますが、南千里駅側からの観察をお勧めします。南千里駅側だと千里南公園内でゆっくりとトンネル観察できるからです。山田駅側だとフェンスが高くてあまりよく見えないみたいです。といっても私も実際に山田駅側からのトンネルの観察はしたことないので、今度やってみたいと思います。以上、阪急全線で唯一の山岳トンネル、千里トンネルのご紹介でした。黒潮の鉄平でした。最後までご視聴本当にありがとうございました。今後も皆さんに楽しんでいただける鉄道動画配信を続けるので、応援よろしくお願いします。それでは次の動画に向けて出発進行。